13号は本日午後3時14分伊豆半島に上陸北上中。中心付近の気圧は913ミリバール、最大風速45メートル。暴風圏は半径50キロ。おい、予備の食料も全部流されたぞ。さあ、ビクビクするな。そんなことじゃ一人前のアルピニストになれないぞ。落ち着け。大丈夫だったら大丈夫だ。よし、みんな歌った。おまき場は緑、草の海、風は吹く。おまき場は緑、よく茂ったものだ。はい、雪は溶けて。町も洪水に流されたらしい。ただの台風じゃこちとらお呼びじゃないから。はあ、力を持て余しちゃうな。そんなこと言うもんじゃないわ。通過地点ではあちこち洪水や大水で大変だってニュースなのよ。おいで、台風の被害状況まとまってるか。何が起こるかわからんから至急まとめておけよ。はい。もしもし、もしもし、水防本部、水防本部。どうしたんだこんな大事な嵐の時に。嵐だよ、嵐。おい、事件か。場所はどこだ。またやったか。どうも事件発生にしちゃ様子がおかしいと思ったんだよ。事件が起こるっていう時に必ず現れる星野君の姿が見えんもんな。そういえば今日はまだ来ないわね。この嵐だ。さすがの星野君もおじけづいてうちで縮こまっとるんだろ。失礼しやな。僕は最新パイパイの台風情報がいると思ったから水防本部回ってきたんだぜ。俺は星野君に先を越されたな。川口学院の町は洪水でめちゃめちゃらしいですよ。本当かい。でももう台風の中心は通過したので住民は復旧に立ち上がってるそうです。なんだ。というところで、はい、最新の資料。台風一過、次の日は素晴らしいお天気です。けれどこの湖畔にキャンプしていた山岳少年団の団長補佐のたけし君と俊夫君は昨日の心配が本当になってちょっとショックだったのです。おい、とうとう救助者も来なかったな。今ラジオで分かったけど、ここへ来る橋が洪水で流されたそうだ。本当か。おい、君の用意できたよ。缶詰は、お米は。ねえ、どうしたの。お腹空いちゃったよ。朝の食事どうして作らないの。おとなしく待ってるんだ。すぐ町まで取りに行ってくるからな。もう少し我慢できるもの手を挙げて。はい。いや、頼むよ。はい、行ってきます。いらっしゃい。だいぶやられてるな。橋も流されている。この道はダメだ。感動行こう。早くしないと昼までに戻れないからな。その頃、うなり町では町を挙げて復旧作業が続けられていました。何をぼやぼやしてるんだ。復旧予定時間をすでに2時間も経過してるんだぞ。ですからさっきも報告した通り、二度もちゃんと直したのに地下で異常な振動が起こって壊されてしまったんです。地下で。そうです。地面の下で激しい地盤沈下が発生しているとしか考えられんの。頑張れな。
特捜本部は早く早くガブガブラだ。ガブラが現れたのはうなり町にあるウラン鉱山付近の地点だ。ガブラはこのうなり町をめちゃめちゃにした上、今度は隣の阿部町に向かって進行中なんだ。キャップ、ガブラは放射能光線を発火怪物ですね。うん。しかもヤッコさんの鉱物はウラン235だ。今ガブラが狙っている阿部町にはウラン貯蔵庫がある。じゃあガブラはウランを食べるために。そうだ。阿部町がやられたらその一帯が放射能に汚染される危険がある。なんとか阿部町への侵入を食い止めなきゃな。さあ出動準備。はっ。早く早く早くしないと阿部町もやられちゃうよ。さあ急ごう。道がない。ダメだ。大丈夫大丈夫、二人で押せば行けるよ。うん、よいしょよいしょ。もう一人で平気だ。よいしょ。気をつけろよ、危ないから。ああ。ウランの貯蔵庫があるんだ。そこをガブラに襲われたら一体どういうことになると思う？え？台風の復旧作業にみんなが立ち上がったばかりなんだ。それなのに君たちはただ手をこまねて眺めてるだけなのかね。まあまあ、このところでガブラを町に入れないための防止工作を進めているところなんだから。そんなことでガブラが食い止められると思うのか。それは町長。え？相手は放射能光線を持った怪獣です。迂闊に攻撃して光線を剥がれると町は全滅してしまう。だからまず何としてでもガブラを町から遠ざけなければならない。キャップ、準備完了しました。ガブラが接近してきます。よし、ガブラ防止工作開始。向きを変えたぞ。よかったよかった。よかったな。いかん、あの方向には少年団のバンガローがある。そう、ガブラのやつもう我慢できない。キャップ、行かせてください。ヘルの嵐、
射撃には自信があります。急所を一撃すれば奴だって倒れるはずです。ザバラの皮膚は鋼鉄の5倍も硬いのよ、うん、一発で潜んでたらどうするの。そうそうそう、狙いが外れるってこともあるしね。え、何を。嵐さん、冷静さを欠いたら負けだぜ。いや、しかしネイサム君。待て嵐、一つだけ方法がある。一つだけ。うん、ガブロの大好物裏入りのカプセルをヘリコプターに吊る下げてガブロを30キロ離れた山の中に誘い出すのだ。それはかえって危険だ。裏を見たら機械みたいに暴れ出す。ヘリも狙われるぞ。しかし他に方法がありません。あ、そうと決まったらキャップ、そのヘリには僕が。待て嵐、全ての計画は発案者に優先権ありだ。大丈夫か。何のこれ好きのこと、あの子たちが待ってるんだもんな。うん、アイス、よし俺の肩に捕まれ。よいしょよいしょ。キャップ、準備完了。よし、頼むぞ、任せてください。藤君と星野君の姿は見えないな。心配ないよ。え、ここにいるよ。え、はあ、星野君に教わったの。だってこうでもしなければ乗せてくれないでしょ。仕方がない。しかし祈祷したら懲罰もんだぞ。分かってる分かってる。鶴岡、早く早く。あ、ガブラ。追い始めた。あやた、うまくやってくれよ。行くぞ。は、右右、いや左だ、左左回る。よし、うるさいぞ、ガイア席。これで一安心だ。あ、早田、うまくやってくれ。キャップ、聞こえますか。こちら早田、市街中心より北方25キロの山岳地帯に誘導しました。次の指示をどうぞ。早田、30キロの地点まで誘導。付近に人影のないことを確かめてカプセルを切り離せ。繰り返す。近くに人がいるとなぜいけないんだ。ガブラはな、ウランを食べるときにも放射能を出すんだよ。了解、30キロの地点まで誘導します。あと5キロなんで我慢できるかな。ガブラのやつ食いしん坊なんだぜ。やるより仕方がないわ。町から少しでも離さないと放射能はとっても恐ろしいのよ。下をよく注意しててくれ。木こりは登山者がいるかもしれんからな。オッケー。休もう。何のこれくらい。さあ急ごう、みんな僕たちを待ってるんだ。あいつは、いや少し休まなきゃダメだよ。
丈夫か。に連絡の方法はないのか。とんでもない奴がいるな。じゃあこちら早田、一番確実な方法は一旦着地して連中に夜間に避難するように伝えることだ。とんでもないよ、ガブラの空間はもう限界だぜ、うん、でもあの二人を見殺しにするわけにはいかないわ。そうでしょ。よし、他に方法はない。方言だがやってみるか。到着、ただいまよりカプセルを切り離します。
怪我はなかった？はい、大丈夫です。あ、ウルトラマンが。あ、早田さんが。早田、行ってみましょう。大丈夫か？どうもどうも。心配したぞ。やっぱり早田さんだ。大丈夫？大丈夫だよ。ヘリと一緒に死んじゃったんじゃないかと思ったわ。おいおい、縁起どもはよせよ。この通りだよ。え？うわー、高くて壮大な車だ。かわいいね。あ、わがしだ。はい。あ、僕にはどうだよ。どうもありがとう。おじさん、なんともないの？ん？だって、ヘリと一緒に落ちたのにピンピンしてるんだもん。ああ、なんともないさ。ほらね、よっ。すげえな。じゃあ、行こう。オッケー。さようなら。